疲れ様でした。サインおめでとうございます。気持ちの切り替えってのはいかがでした？そうですね、やっぱこういろんな人が応援してくれてるので、やっぱ負けてしまっても、まあ、3位になれるならば、やっぱ3位になって帰るべきだなっていうふうには切り替えてやりました。今大会ね、これから銅メダルもらえると思いますけど、最大の収穫ってのは何だったでしょうか？まあ、やっぱ自分の攻撃力がやっぱ世界に通用するなっていうふうには感じたんですけど、やっぱ負けてしまった試合がディフェンス面で、グラウンドのディフェンス面ってのがあったので、やっぱそういう意味ではすごい収穫になった試合でした。初めての世界選手権出場って部分でいかがでした？そうですね、まあ、初めての部分あったんですけど、まあ、全然緊張することもなく、まあ、いつも自分のレスリングがすごいできたかなっていうふうに感じました。すでにアジアでは優勝してますけど、アジアとの違いというのは感じましたか？そうですね、まあ、ヨーロッパの選手だったり、まあ、さっきやったアメリカの選手だったりとは、やっぱアジアでは少し違った感覚だったのかなっていうふうには感じるんですけど、まあ、それでも別に大きな差は全然ないなっていうふうには感じました。決勝戦は第1ピリオドでも7対0で土俵際まで追い込みましたけど、第2ピリオドになったらなかなか最後の1点が入らないような感じはあったんですけど。そうですね、まあでも取りに行って取られるっていうよりかは、やっぱしっかりと勝ち切ることが大切だなって思ったので、で、まあ、ああいう戦いな方になってしまったのかなっていうふうには感じます。スタンドでしっかりこう相手の組み手封じて巻き投げからの、あのあたりっていうのはどうですか？こう自分の中でこう手応えですか？そうですね、やっぱ自分的にはこう投げた後にグラウンドで、まあ、投げて、そこで終わらせたかったっていう部分があったので、まあ、そこはもったいないなって感じしました。もうしっかり先にどんどん攻めていくってことは固くならずにできたのかなと。まあ、そうですね、あの負けた試合以外ではやるべきことはしっかりできたのかなっていうふうに感じます。改めてこう悔しい思いを肩にしてこう取りメダルを取り切ったっていうことに関してはどうですか？そうですね、自分が目指したメダルの色ではなかったので、そこはすごい悔しいですけど、まあ3位っていう結果で、まあ、一応メダルが取れたことはやっぱ良かったかなっていう。昨日を終えて敗者復活に臨むにあたって、どういうふうに心機一転というか、この1日でどういうふうに変えて臨みましたか？まあ、やっぱやるからにはしっかり最後まで勝ち切って帰ろうっていうふうには思ってました。監督とは何かそうアドバイス的なものは？そうですね、まあ、ちょっと連絡取れてなかったので、はい、特に変わらなかったです。まだ顔をしてない？そうですね、この後まだしようかな。やっぱ負けた試合よりしっかり3位になりましたっていう風に報告できたら、今後まずね、5-5でまずこの世界選手権を目指したいと思います。どんな展望をこう改めて？まだ学生なので、学生大会とかもあるので、まあ、出る試合はもちろん勝ち続けていきたいなと思います。来年またここで世界一になりたい。お願いします。第2ピリオドのところはさっき相手がまた出てくるところでしっかり投げ技とかも対応したりとかのところがあって、はい、第2ピリオドの戦い方っていうのは自分の中でどう思いますか？第2ピリオドはしっかりこう、まあ、7対0っていう点数を意識した戦い方はできたのかなっていうふうには思います。その相手が出てくるって分かってる中でしっかり、はい、こういうところが出てくる中でやっぱまあ、審判に悪い印象を与えなかったりするやり方とかは、まあ、自分から一歩差し手だったりとかはすごいいい形でできたのかなと思います。
日本勢としてはメダル3大会連続なんですけど、そのあたりとかって、うん、どうですか、はい、まあ、銅メダルだったので、これ最低限かなっていうふうに思ってます。これパスと負けると全然、はい、やってきたことだったり、これからへの、ね、意味合いもちょっと変わってくるのかな。そうですね、こう日本の軽量級の強さをまだ知っていた、まあ、負けてしまったんでちょっと何とも言えないんですけど、まあ、しっかりこう残せたのかなというふうに思います。昨日負けた試合、やっぱり相手のちょっとヌルヌル疑惑があったじゃないですか、はい、もしあれがなければってことを考えますか。いや、あれはちょっともう、まあ、結局グラウンドを取らせてしまって返されてしまったっていう部分では、こう自分の実力が、まあ、劣っていたからっていう部分があるんで、そのまあまあ、ヌルヌルの面では多少の影響はあったとしても、まあ、それ以上に自分の良くないところが出てしまったかなっていう部分の方が大きいので、まあ、負けてしまった以上こう言い訳にしかならないので、それはそこはやっぱ自分の課題だなっていうふうに思いました。過去にもああいうことはありました、海外の試合で。ポーランドの決勝も最初めっちゃ汗びちょびちょで来たりしてたので、まあ、あったことにあったんですけど、まあ、理由にはならないのかなっていうのが分かりました。率直にいろいろなことがあった、ヌルヌルもそうだし、あのあれです、どうですか、世界戦う可能性はどう。やっぱこういう大きな舞台で自分の技をこう、まあ、いろいろ出せたのがすごい、まあ、良かったなっていう、まあ、いろんな人に見てもらえる機会があったので、それはすごい良かったんですけど、やっぱ自分の中ではどうしてもこう勝ちきれなかったっていう部分だったので、ちょっとやっぱ悔しい思いの方が大きいなっていうふうに思ってます。来年はもうヌルヌル来てもそれ全部ね、そうですね、来ても最初から攻めていけば勝てるんで、はい、ちょっと安心しました。2月は体重どうするか、まだまだ決めてないので、まあ、監督コーチと相談して、自分の体も考えて決めよう。